冬の時期ってサンタさんが飛んでんだね。初めて見たわ。いつもここの報告画面気にしないから。はい、どうも皆さん、こんばんは。今スイッチ入れましたよ、僕は動画の。まあいいや、そんなことはどうでもいいね。重要なことじゃない。今日はですね、まあプレゼント交換会みたいなのがあるので、それに向けて、まあ朝の日課をこなしつつ、まあパーティーを楽しんでいこうかなという感じでございます。柵作ろう。そのさ、少し前に柵が消耗品だっていう話をしたと思うんだけど、普通の木が欲しい。その柵がまた壊れ始めてっていうか、前回不慮の事故で吹き飛んだので、全部多分ね、天気いい日は放牧してくしてもいいと思うんだよね。なので、よいしょ、こんな感じで。おい、そこじゃねえよそこじゃねえよ。新しい素材に、張り替えていきましょう。これをこっちで、こことここ、 OK。 あれ、ここ OK で開けたら出てくんのかな。出てこないな。やっぱ冬の時期は出てこないのか、お前らは。まあ寒いのが苦手なんだったら無理にとは言わないけど。うん、こんな感じで牛牧場の方も壊れてきたら張り替えようかな。まあ柵なくても勝手に自分たちで帰ってる気はするけどね。何か柵をつけない理由とかあるんですかって言われたら、知りませんって答えることになります。だって実際柵をつける理由があるかどうか俺にも分かんないんだもん。結局さ、なんか自分で牧場物語みたいに自分で返さないといけないわけじゃないからさ、別に柵いらなくねっていう感じはするんだよね。自分たちって帰ってくれるからさ。またはその小屋の周囲何マスにいないとどっか行っちゃうっていう仕様なのかもしんないけど、まあその辺は要検証だね。しないけどね。よいしょ、なんだっけ。よっ、サラミは今日も元気だね。そういえばさ、俺言ったかどうか忘れたんだけどさ、あの公民館あとちょっとになりました。はい、あと3つですね。ちなみに釣りの方は積んでるんでやってません。なぜか私の欲しいアイテムが出てこないんですよ。邪魔君たち。ちょっと水あげに来ただけじゃ。もう可愛くない、あいつら。すごく可愛くない見た目は愛らしいくせに態度が可愛くないわ。たくよ。サマースパンクル、パングル持って、で今日のものを納品して行くぞ。馬に乗って行くぞ。移動が遅いから。やっぱ日中のイベントだから9時スタートなんだね。9時スタート10時終わりって感じかな。パムさんは仕事と。ヤッホー。統制祭は今年1年の幸運に感謝をする日なんだよ。今日1日悩みを忘れてくつろいでくれ。統制祭のお祝いへようこそ。やっぱお前ら2人で一緒にいんだな。よーパムさん。ムー、釣り大会で勝てなかったのがまだ腹に据えかねるね。俺が勝っちゃったからね。統制の伝説を聞くかい。聞かせて。冬の夜空にひときわ明るく輝くこの谷からしか見えない星があるんだ。どうしてなのかは誰にもわからない。
だがはるばるいろんな土地から年寄りたちがやってきてはその星を見に来るんだ。彼らは統制を目にすれば幸運が訪れられると信じているのさ。あの不思議なフルーツスタードロップと統制は何か関係があると信じている連中もいる。スタードロップまだ2個くらいしか決めてないね。やあ箱丸、誰かと同席したかったらうちの家族のテーブルに入っていいよ。お断りします、ちょっと気まずいんで。ヘイリーの隣で過ごすわ。これプレゼントってどうすればいいんだろうね。あれかな、もう一回町長に話しかければいいのかな。お、クソクソジジイてめえ。特に欲しいものはなしかな。法政祭のツリー、家にクリスマスツリーあってもな。あ、キャロラインに秘密の贈り物をあげますか。はいはい。あ、じゃああなたが、あのサマーパングル、サマースパングル、ありがとう。あ、渡したらイベント進んじゃう、もしかして。あ、進んじゃった。あ、なんか大しかも大して仲良くないやつからプレゼントもらってる。悲しいな。女の子から欲しかったな。いや、今年の秘密のプレゼントは私からみたいだね。それじゃあ開けて。なんかちょくちょくなんか言葉がおかしい時があるんだよな。紫キノコいらねー。豪華なものじゃないけど買える中では一番のものなんだぞ。いや買うなよそんなもん、洞窟で取ってこい。まあいいけどさ、つかヘイリーと話してないんだけど。あ、話せる。スピリットツリーの下、今年はカメラが置いてあるといいな。カメラ欲しいんだ。箱丸、あなたはどんなプレゼントが欲しいの。新しいジョロかな。かっこいいブーツ一足。あー、ジョロかな。仕事ばかりでお休みはなし。美しく楽しくなさそう。ぶっ殺すぞ、クソ。まあ、ガサがさっきから杖型キャンディーの作り方について話してるんだけど、楽しんでるか。くだらん星の祭りが何なんだ、バカバカしい。俺もそう思うわ。でも花火よりはいいよ。今年もあんまりダイエットできなかった。する気がないんでしょう。寒い冬に熱々のごちそうを食べる、これって最高じゃない。いいね。あ、シェーン、おい、精霊やら魔法やら信じてる知り合いもいるけどな、でも俺はそんな科学で証明で説明できないような代物なんをものも今なんて今まで見たことねえや。あ、そう、いるよ精霊公民館に。知らない。まあ、心の綺麗な人にしか見れないかもしれない、見えないのかもしれないね。よし、とりあえず女の子には全員話しかけたかな。これもう何、帰っていいの？ねえ、星とか見ずに帰っていいの？え、帰っていいの？星見に来るイベントじゃないの今回のって。みんなで星見ようねっていう感じのイベントではないのか。ふーん、本当にやることなくなっちゃう。アライナス、おはー。私も加わりたいんだが歓迎してもらえるとは思えないからね。まあそれはしょうがないよ、日頃から徳を重ねとかないと。この柵撤去する必要ねえぞ、冬終わっても、冬ってか祭り終わっても。なんもなさそうだね。え、じゃあもうあとみんなから話聞いたし帰ってもいいかな。帰るか。いやー、みんな暇そうで何より。よっ、今年は驚くほど売り上げが良かったんですよ。あ、冬の星に感謝を。よかったじゃん、潰れなくて済みそうだね。よし、じゃあ帰るか。なんか好きな女の子と星見れるとかそういうロマンティックなイベントではないみたいですね。おもんな。
あれ？俺指輪外しただけ外してつけてない？つけてなかった。よし。今日特にやることないから、またイベントスキップするような感じにな、イベントっていうか時間経つまでスキップするような感じになるかな。やることないというか、イベントが起きねえからな。ああ。また週が変わらないと女の子にプレゼントあげることもできないし、寝て起きるを繰り返す生活過ごすかな。畑の最低限の準備だけして、畑じゃねえや、鶏小屋だけちょっとだけね、やって。箱花さん、自分のところで採れたお野菜を作れる、お野菜で作れる料理ほど美味しいものはないわよね。まさにぴったりのレシピがあるので教えますね。ではお元気で、キャロラインより。と、箱まで魚のシチューを作りたいんだが、手元にビンナがないんだ。そろそろ旬も終わってしまうのは分かっているんだが、無理を言ってすまない。どうか一匹釣ってきてくれないか。オッケーイ、オッケーイ、任せろ。とりあえずでも無制限だから先あれ優先しちゃうわ。これさ、イベントの日って結構便利でさ、何が便利かっていうとさ、動物たちが食料を消費しないんですよ。なんでかは知らないんだけど、まあ、本来飯食う時間がイベントで潰れちゃうからとかっていうのがあるのかな。でも関係ないよね、どのタイミングで食ってるのなんかプレイヤーは知らないもんな。あー、もう塩根くんがログインした。あいつのは別に出してもいいや。隠すけど、ちゃんと名前言ったらバレるしな。そっか、もう冬も終わりか。カウントダウンパーティーが楽しみだね。ヘイリーの好感度上げるかね。そうすればちょっとはなんかイベントが起きそうな気もするけど。リアってさ、元4だったっけ、星の数。あ、なんか塩根くんから LINE 来てた。LINE じゃない、ディスコ来てた。まあいいや、後で返信しよう。今返信しちゃうと長くなるからやめとこう。キーボードタイプ遅いね、わし。ヘイリーって、まあイベント見るのはあれだから見ないけど。ちょっと待って、リアの方、リアの方。あの置物くれたイベントってどのタイミングで発生するイベントなんだろう。あ、ハート6で発生するイベントっぽいね。だから今だと 1,2,3,4,5,6、 今6か。だからもうちょっと経ってからだね。なんかイベントが起きたよ。ちょっと待って、音量がオフになってる。はい。はい、白丸、おはよう。なんで最近家に来ること多いの、女。うまくやっているようだね。農場が素敵に見えるよ。マジ？ちょっと眼科行ってきたら、エミリー。エミリー、眼科行ってきたら、農場要素ほぼゼロなんですけど。それで、あなたはしばらくここにいたのね。そして今、布を手に入れたよね。ああ、手に入れたね。さて、あなたが全ての服を仕立てるのに布を使うことができることを知ってた。必要なのはミシンへアクセスすることだけ。そしてたまたま家にあるのよ。いつでも自由に振って使えるね。仕立てを開始するには布と二次アイテムが必要です。試してみてどんなユニークなスタイルがあるか見てください。なんそんな説明口調なん、急に。怖いよ。あー、なるほど。布手に入れたから、それがトリガーになってイベントが起きたのか。スライム小屋作った時と一緒だね。へー。みんな日数が進んでないことに驚きを隠せないかもしれないけど、あまりにも死ぬから、もう死んだらリセットするっていう方針で現在やっております。うっす。私にプライドはありません。だってそんだけやんないと失うものの方が多いんだもん。超大変なんだけど。よくあんな苦行みたいなことできるな。俺
それはお断りだよ。よし、じゃあもうまた動画切るか。はい、どうも皆さんこんばんは。それではスターデューバレー続きやっていきましょう。もうすぐ冬が終わります。なので、ちょっと待って、3匹固まるな、そこに。どけどけバカども、痛いんだから。ちょっと待って、村瀬パープルスライム強っ。あれ、パープルスライムばっか孵化させるの危なくね。はい、まあもうすぐ冬が終わりますので。やべえな、パープルスライム2匹目だぞ、今孵化装置に入れたやつで。ちょっとやることなどやっていきながら、やることやっていきながらね、まあ最後の日を過ごそうかなという感じなんですけど、いやー、なんとかかんとかだいぶね、進行できまして、さっきさ、ちょっと動画撮る前にメール来たの確認しちゃったからあれなんだけど、25層達走したんです、達成したんですよ。で、1万ゴールドもらえたんで、いやー疲れたね。もう二度とやりたくないね、できれば。やるんだけどさ、やらないといけないんだけど。でももうレインボージェムも手に入れたから、無理にドクロ洞窟行く必要もなくなったのかな。その辺はどうなんだろう。メスに渡すアイテムが1、2、3、4人だっけ。4人か。アビゲイル用のアメジストも必要だった。うん、ちょっと待って、1、2、3、4、5、サラダだろ、アクアマリンだろ、金だろ、寄贈品だろ、アメジストだろ。あれ、じゃあアメジストいらなくない？1個。ああ、そっか、こっちにないからか。ちょっと待って、はい。今日なんですけど、まあ多分、イベント、年越しのイベントとかは特にないのかな。明日からまた別に春になるけど、頑張ろうね、みたいな感じになるんだろうか。まあ、せっかくの年末年始なんで。多分今日だよ、今日がラストだよ、28日がね。ああ。今年で終わりで、今年が終わっちゃうから。いやー。今年1年充実してたわ。主に冬あたりから。撮影外が充実してたわ。女の子に媚びへつらってさ。いろいろやったからすげー充実してた。言い方悪いんだけどさ。女の子に媚び売ってたからさ。早く開かねえかな。よいしょ。ちなみに、そうだね。前回、誰だっけ？リアのイベント撮った時からそんなに変わってないか。結構長えし大変なんだよ。物あげるの。寄贈品もさ、ドワーフの巻物とかだったら腐るほど余ってるからさ、あ、ペニーさんに渡すのもそういうのでいいやってなるんだけどさ。なんか開かねえかな。あと、まだ今週のバイト終わってないんで、ロビンのやつ。あと100個今日中に集めねえといけねえんだよ。鬼だよね。7日で1000っていう数字がそもそも鬼だけど。で、おい。これで、いくつになったんだ、丸は。丸6か、これで。イベントない？大丈夫？わかった。じゃあ家帰った時急にイベント起こしたりしないでね。最近そのパターン多いんだから。そのパターンで挙句の果て、この前地面じゃ、壁の中に埋まったんだから。馬乗ってるんだから勘弁してくれよ。またキツツキがいる、キツツキが。かわいい。キツツキってリアルで見ることないよね。動物園とか行けばいるんだろうけど。この辺は、特になんもねえな。この辺の石切り場もさ、定期的に見に来て、石破壊しないと新しいのが生まれてこないらしくてさ、一回全部破壊はしたんだけど、よいしょ。とりあえずパッパパッパと100個集めてきちゃおう。多分すぐ集まるだろう。
ボンバーマン方式でこうやって爆発していけば、よし、ジオードも地味に集まるしね。22個あと80個くらい、まあ、多少ダメージ食らってもこの辺のモブだったら死ぬこともないし、ダメージ食らうつもりで掘るか。この辺最近さ、地下にこもってさ、自分のツルハシで採掘してる余裕がないからさ、ああやってボンバーマンするのがもう決まりになってきたんだけど、しかも爆弾もねコスト安いからね、鉄1個とあれで作れるから、火薬で作れるから、火薬じゃねえや、石炭で作れるから超コスト安いんだよね。だからもうドクロ洞窟いるときは、行くときはなんだっけ、ミイラがいるっていうのも考慮に入れて爆弾は大量に持ってかないとまずいね。まあ、持ってっても死ぬときは死ぬから3回くらいリセットしたんだけど、昨日一日を進めるだけで。あんまここ石ないから移動しちゃおう。しょ、あとまあ石採掘するにもこうやって上層の方じゃなくて40層超えたあたりの鉄出てくるところあたりで掘った方が鉄も取れるから効率は良さそうだよな。分かっちゃいるんだけど、いろいろとねまだ事情があってドワーフの巻物見つかってないんで、ドワーフの巻物見つけるまでは石の採掘作業はこういう階層でやらなあかんかもしれん。お、ラッキールビーゲット、そして帰る。でドクロ洞窟ってさ、下に落ちるのは楽なんだけどさ、他のとこと違ってなんて言うんだ、よいしょ、他のところと違ってさ、まあ他のとこっていうか鉱山と違ってエレベーターがないからさ、目印がないんだよね。だからだいたいドクロ洞窟に行く目的ってレインボージウム入手するっていうのとイリジウムを集めるっていうのがあると思うんだけど、イリジウムの方が超集めんの大変なんだよね。あ、ここ通れねえんだっけ。4時までだよね、鍛冶屋はね。とりあえず先ギュンターのとこ行って寄贈しに行くけど、まだ下水道とかも入ってないからな、やることはたくさんあるんだろうな感はあるんだけど、このよくわからない米とか寄贈しとこう。怠け者の化石 M、 いらんわ怠け者とか。怠け者の化石ってなんだよ。よいしょ、でいらないもんは特にないからジオード加工しよう。これ割ってもらいたかったんだよ、あの高かったやつ。何これ、なんじゃこりゃ、はゴミじゃね。適度にゴミばっか出されてる気がする。まあこのノーマルジオードは大して期待しなくていいにしても、あれかな、砂漠のところで交換してくれるやつってもしかしたらあれなのかな、収集品系アイテムが結構見つかりやすくなるのかな、見つかりやすくってか多めにくれたりすんのかな。だったらここで割るよりあっちで交換してもらった方が得な気はするな。あ、ちょっと待って、俺今日さ音変えてない。スタディーバレーのゲームすげえうるさくなってそう。まあいいや、編集でなんとでもなるや。
多分。とりあえず赤いのと卵ボールだけは割ってもらって、売れるかどうかだけ確認だな。売れるかっていうか寄贈しないといけないもんがあるかだけ確認して、うん、ないで、なかった場合はもうそのまま売却。ルビーとかもいらねえけど、どうしよっかな。これここで割ってもらった方、もらう方がいいのかな。でもまだ鉱石系の収集品も集めきってない可能性があるからな。そういうの考えるとうんって感じはするんだよな。どっちがいいんだろうね、ここで割ってもらうのと、こうやって地味に一個ずつ一個ずつカン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 割ってもらうのと。お、ドワーフの兜、初めて見た気がする。ジャスパー、ジャスパーも初めて か、 だから石系の収集品が全部終わったらもうここにいる、ここで割ってもらう必要もないかもしんないけど、それが終わるまではこうやって割ってもらうの大事かもしんない。海王石とか、海王石ってなんだろう、ワンピース、あれは海楼石だっけ、あんま覚えてないんだよな。能力者につけるとやべえやつ。持ち物に空きがありませんって言われちゃって、寄贈品、寄贈品、寄贈品、いらないもの、これがめんどっちいんだよな。運要素みたいなの、あ待って、俺今イリジウム売却しやがったな、やっちゃった。それ返してくんね、イリジウム返してくんね。いいけどさ、まだ使う予定ないから、鶴橋強化するくらいしか使う予定ないからいいけど、イリジウムもジオード割っても大体1個くらいしか出てこないから、採掘できるならした方が効率良さそうなんだよね。ただ今最高グレードの金のツルハシで壊すのに4回かかるから、ちょっと大変なんだ。なんだこれ、玄武岩か、なんか月の石みたいな見た目してなかった、石。まあ立てた。猫砂めっちゃ出るね。よし、オーピメント、オーピメントも似たようなのあった気がするけど、これも寄贈前じゃない、あ寄贈してたわ。何が寄贈してて何が寄贈してないんだかなんか覚えてねえわ。覚えられるかんなもん。よいしょ。でんで、カブトと石、石、いやーこれどうなんだろう。石系まだ集まりきってないのかな。ちょっと待って、置きたいところに置けてないよ。そこ、そう、そこよし、これで報酬2個分。なーにくれんのかな。骨格標本、フルート、フルートのオトブロックか、いいな。オトブロックコレクションがいらないけど、よいしょ。これってさ、多分さ、なんかやらないとずっと残ってるっぽいんだよね、この収集品の、なんだ、収集品ってか、あそこで受けられるミッション系のやつ。ずっと残ってるのはいいんだけど、邪魔だよね。じゃあ。ほい。で、ヘイリーの方は挨拶だけしていこう。アレックスを見たら、今日は忙しいって言ってくれない？頼むわよ。いや、はい、わかりました。はい。頑張ります。アレックス会うことがねえけど。アレックスって誰だっけ？黒髪のやつ？じゃあ、セバスチャンか、それ。誰だ、アレックスって。あ、あれか、ラグビーボーイか。ラグビーボーイの家行ってあげようかな。別にそんなことする必要もないんだけど。あとペニーさんだ、ペニーさん。
ペニーさん今日どこにいんだろう。教会かな今日だと。あ、いたわ。普通に背景と溶け込んでて分かんなかったけど、いたわ。はい、じゃあね、特に話すことはないから、じゃあね、あとはアビゲイル。マジ大変なんだよね、この女の子にアイテムを渡す時間。アビーはどこにいるかわからないよ。あの女割と出歩いてること多いんだよな。ここって出られんのかな。おーっと、なんかイベントが起きた。茶葉もらった。あーはは、おはよう箱丸。あなたが入ってきて嬉しい。いや、初めて来たこんなとこ。これを見せるつもりなんだ、私のプライベートサンルーム。温室か。それでどう思うかな。いや、すげえいいと思う。とてもリラックス、すごく綺麗、とてもリラックスできるね。ここは暑すぎるね。私の農場ほどは良くないね。ぶっ飛ばすぞお前。これかな。うん、ここに入った時はすぐに落ち着いてリラックスします。本当にセラピーのようです。なんでみんな時々翻訳がばってるの。もう分かってると思うけど、ここは私の聖域。いつでも平和を見つけることができる場所。自家製のお茶を飲む場所としては最適ですね。ここで一緒に飲みましょう。茶葉もらったけど俺。一杯飲む？あ、もらうわ。お前飲み方がな、男気あふれるんだよその飲み方。毎日ここまで新鮮なお茶を飲みに来るのが好き。これは私のちょっとした儀式なの。説明してみましょう。なになに、長話的な。なんかこの前やってか昔やったことあるコーヒートークっていうゲームにこういうのだと絵柄が似てる。あ、やべえ、普通に進むか。私の心は空っぽで自由に歩き回ることができます。何が現れるか、それを知っているのは誰ですか。知らんがな。知らんがな。なんか変なの出てきたよ。あんだこれ、お茶の精霊か。怖ー、消えたし。それが理にかなってることを願ってるよ。人生はかなり忙しいものだから、こんな趣味を持つのはいいことですね。うん、途中にもう本題。ここに来て好きな時にリラックスしてね。いい？はーい。初めて入ったここ。アビーに会いに来ただけなのに、なんか茶葉もらっちゃったし。あれ本来取れないアイテムだったりすんのかな。俺が磁石の指輪持ってるから回収しちゃったとかっていう話じゃないよね。大丈夫だよキャロラインさんね。後で、あれ私の茶葉がないとか言わないよね。すいません、僕が持ってますって言うけど、その時はね。アービーは雪の日でも普通。お前家にいんじゃねえ、いねえじゃねえかよ。なんでイベント起きたんだよ。アービーはどこですか。いねえ。だいたい山の方にいる気がすんだよ、まあ、とりあえず攻略引きを開くんだけど、あんまり把握してないんだよね、誰がどの時間どこにいるかって。把握してるやつは把握してるんだけど、エミリーヘイリーなんかこの時期はだいたい家の中にいるからさ。あー、そっち側にいんのね。魔術師の塔の方にいるんだって。あんなとこ女の子が一人で行く場所じゃないけどね。今日もうみんなにプレゼントあげた。あ、リアを忘れてた。一番渡すものが楽な女を忘れてた。あれでも家電気ついてないな、いないのかな。よいしょ。お邪魔、鍵かかってるからいないね。まあいいか、また明日来れば。明日から春だけど明日来ればいいや。あれ、アビゲイルどこだ。魔術師の塔ってこの辺だよね。8時になったら帰宅するけど、それまではこの辺うろついてるって書いてあるんだけどな。やっぱあんまビキって頼りになる。行き過ぎてた。俺の脳内地図が間違ってただけだった。あ、いた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 。よ。
少し前にあたしが見せた絵を覚えてる？うっかり捨ててしまったの。え、何それ、知らない。アビーになんか絵見せてもらうことあったっけ？覚えてないな。ごめん、覚えてない。あ、大きなヤギミルク、これは買っとく。こういうさ、買ったものもさ寄贈できるんだよね。ちょっと裏技チックではあるんだけど、裏技っていうか、まあ頭の使い方の問題だけどさ。あとなんかあったっけ、勝たないといけないようなものないな。よし、帰ろ帰ろ帰ろ、暗くなってきたから帰ろ。てかどうしよう、真面目に悩ましいのが、スライムに水やりすんのクソだるいんだけど。毒状態無効化の指輪作るか。無効化っていうか効果半減のあれとかあったよな。あ、これすげえな、グローストーンの指輪ってやつ。絶え間ない光を放っている。アイテムの収集範囲を広げる。磁石の指輪と今つけてる光の指輪合わせたようなやつじゃんね。へえ。こういうアクセサリー系のやつもあれなのかもしれないね、ドロップ品っていうか、普通に集めたものよりはこうやって作る方がいいやつだったりするのかもしれないね。モンスターを倒すと時々戦士のエナジーが発動する。これなんだろうな、なんだろうな、なんだろうな、戦士のエナジーって。とりあえずいらないもんを預けたいけど、大体いらないもんだったわ。石売ってくんのすっかり忘れてた。この辺もいらないし、有志前の洞窟とか道具とかどうなんだろう。巻物系のアイテムってさ、発掘のアイテムだから結構あれなんだけど、あ、これ醸造できんの？おお、マジか。お茶で作る酒って何？茶葉って酒にできんの？これ俺があれかな、無知なだけかな、俺の無知がバレてるだけかな。お茶、お茶なんだろう、お茶原料にする俺ってあんま分かんないの。麦とかなら分かるけどさ。やめてくれー、ちょっと水は、ちょっと水持ってきただけじゃないですか、殺さないでー、あー死ぬーやべえ、これ毎日水あげに来ないとダメだわ。一個でもスロット開けたら命の危険がある。紫スライムの打点が高すぎる。そして未だにオスが生まれない。オス生まれねえのなんなんあれ言ってもしょうがないかもしんないんだけどさ、マジでオス生まれねえんだけど、スライム。あー、オス生まれないと繁殖しないんだからさ、スライムボール生産できねえじゃんな。光の結晶をちょっと集めてアイテム作ってみようかな。あ、でもあらじゃん、5個。あとの素材が分かんないけど、あ、これだ、これグローストーンの指輪、これ作ろうぜ、これ作ろうぜ、作ってつけようぜ。シャキーン、うん、あんまり違いが分からないぞ。暗いとこ行けば分かりやすいかな。あ、でも明るい、明るい範囲が違う気がする。これがつけてない状態で、これが S をつけた状態で、これがグローストーンの指輪をつけた状態。うん、結構いいかもしんないね。わかるかな、俺あんま違いわからないんだけど結構いいアイテムだね。え、ってことはこれで磁石の指輪もお役御免だから、
ヴァンパイアの指輪をつけてもいいってことですよね。よっしゃ。てか指輪2個つけてるって時点でだいぶ頭おかしいんだけど、どうやってつけてんだろうね。よいしょ。あー、これで楽器コレクションが1個増えたよ。やったぜ。え、これもしかして結構でかいタイプのやつ？あんなことなかった。邪魔。ほい。うん、結構いい感じだね。これさ、丸ボタンってか A ボタンを押すとさ、出る音が変わるっぽいんだよね。これなんだっけ？うるさうるさね、こんな感じで収集品が最近どんどん集まってってるんですけど、木彫り率高っ。木製のもの多すぎるだろ。火放たれたら終わるぞうちの家。よっしゃ、2年目、春。これでまた畑忙しくなるぜ。おいおいおい、畑が忙しくなるぜ。どうしよう、クワって全然強化してない。誰だお前。あー、おはよう。俺はケント。昨日の夜谷に戻ってきたんだ。海のす、うん、海外からな。妻から俺のいない間に越してきた牧場主がいると聞いたんでね。あー、ヘイリーとエミリーの隣の家の女の人、あのリアにそっくりな女の人の旦那さんか。そういえば言ってたな、ジャスが。もうすぐお父さんが帰ってくるんだってって。あれヴィンセントだっけ、あれ、あ、もう名前が思い出せない。ヴィンセントの方か。ジャスはペニーさんとこの姪っ子か。それで一応挨拶をしておこうと思ったんだ。じゃあまたな。へー、うん、誰だお前。ああ、箱丸さん、おはよう。キュンターか。起こしてしまったのではないといいんだが。いや、あなたにお礼が言いたくて立ち寄ったんだ。寄付してもらった数々の素晴らしい発掘品や鉱物、しかもあれだけの量を一人で見つけるなんて。そういうお礼言ってくれんの助かるわ。動物の森のクソコウモリ、クソフクロウとか、そういうお礼言わないからね。言うっけ。実は地方の文化財保護課から手紙が届いてね。私たちの貢献を称えて、かの栄光であるゴールデンシャベル賞が贈ることにしたそうだ。おかな。が、ん、を贈ることか、が贈られることになったの、どっちかだろうか。ありがとう。何もかな、かもあなたのおかげだ。では私はそろそろ。鍵落とせ、鍵落とせ。おっと、忘れるとこだった。あなたに忘れたいもの、渡したいものがあるんだ。これは博物館の金庫に少なくとも100年はしまってあったものでね。少し錆びてはいるか、それでも美しいでしょ。何が。錆びた鍵を手に入れた。あざーす、やったぜ。やあ箱丸、おめでとう。私の小さな挑戦に成功したんだね。感動しちゃったよ。これはおまけだよ。新しい箱の設計図を入れておくね。じゃあ楽しんで、ロビンより。石の箱。通信、あなたはたくさんの資材を持ってるみたいだし、何か作りに来てみない。あー、行けたら行くわ。次ジョディから。あ、そうそう、ジョディさんの旦那さんだよね、さっきの人ね。箱村へ。これは料理コンテストで1位を取った時のレシピなの。気に入ってくれるといいんだけど、いつもより、いつも仲良くしてくれてありがとう、ジョディより。次、もう多いなメール。親愛なる箱丸、昨日はサンルームに立ち寄ってくれてありがとう。大体いつも一人でお茶を飲むけど、あなたと時間を共にするのは楽しかったわ。お茶の作り方と育て方の説明を同封しました。プレッシャーはないけど、成長してしまった場合は必ずカップを持ってきてね。あ、茶葉を持って遊びに来てねってことかな。お知らせ、ロビンのお店とクリントのお店の素材の価格が上がりました。おーい、何やっとんねん。ファック。ファック。
まだ干し草の値段が上がってないだけ許してやるが。あれ？ごめん、俺昨日もしかしてご飯あげてなかった。あ、ごめんよー。ごめんよ、みんな。痩せちゃったね、少しね。うん、大丈夫大丈夫。よくあるよくある。そういうことってよくあるから。黙って働け、鶏ども。つか、おかしいだろ。荒れすぎてろ、床の下。一日でどうなったらこんだけ荒れんだよ。あれ？なんか通れなくなってる？こんなんなかったよな。ちょっと待って、道具持ってこよう。まあということで、まあね、そうですね、また春がやってきたので、長い長いスタデューバレーの1年が始まるわけですが、まあまだやる予定はあるので、ここで急に動画パッて閉めたりしないから大丈夫だよ、みんな。あ、動画は閉めるかもしんないけど、そう、最終回にしたりはしないから大丈夫よ。あ、もうこっちも飯忘れてんじゃん、ごめんな。よいしょ、はい、お邪魔。スライムは忘れなかったのにな、俺。なんであいつらのことは忘れてるんだろうか。優先順位が下なのかな。希望的な話だと、まあ、結構あっちの方が優先順位高かったりするけど、なんかスライムの方が夢があるからさ。おー、嘘だろ、嘘だろ、この荒れ方は嘘だ。え、う、え、ん、あれ、ゴールデンカマってもしかして星草手に入れる？いや違うよね、サイロがあって、なおかつ牧草栽培キットと同じ扱いだろうから、この草たちって。だから干し草になるだけだよね。だよね、多分ね。ゴールデンカマの効果じゃないよね、これはね。また牧場の整備から始まるの、今年1年。いいんだけど、この辺とかもともと荒れ果ててたところだから、すげえ大変だぞ、整備すんの。まあ、あんま来ないだろうけど、こっちの方は。あ、やべ、干し草満帆になっちゃったか。あい、やめて、出待ちやめて、出待ちやめて。バカ野郎どもが、こっち来い。入り口の近くに立つんじゃねえ。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。次イベントがあってか、まあ動画を回すことがあるとすれば、女の子関連のイベントが起きる時だと思います。はい、キャロラインめっちゃ仲いいんだな。あれか、クリスマスプレゼントでちゃんといいものあげたからかな。女ってちょろ。いや別に女に限った話じゃなくて、ゲームの仕様の問題だけどさ。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。